新大久保で買って良かったものをご紹介させていただきます。固形の日焼け止めなんです。韓国風ダイエットなんかもできると思います。皆さんこんにちは、君島とうこです。はい、今回はですね、先日私新大久保の、韓国ツアーというのをさせていただきました。新大久保駅付近に韓国料理屋さんだったり、それから韓国の美容商材を売っているお店、こちらを雑誌のウィズクラスさんとともに取材させていただいたんですけども、そこでいっぱいお買い物したんですね。で、それをあれこれ試していて、新大久保で買って良かったものをご紹介させていただきます。それでは今回はですね、カテゴリーとしましては 2-in-1 編、そしてスキンケア編、そしてメイク製品、さらにはインナーケア、これをご紹介していきたいと思います。それではまず 2-in-1 なんですけれども、こういうパックは日本では見ないなというもの。これね、よくシートマスク、これは有名なんですけども、クレンジングとシートマスクが一緒になってたりするんですね。あとこちらはね、面白いの、これヘアケアなんですけども、トリートメントとその後にこちらに入っているこうヘアキャップでこうまとめておくと、よりトリートメントが浸透するよっていう、そういう組み合わせ、なかなか日本ではないですよね。こちらはですね、上の美容液をつけてからさらにシートマスクをするというね、すごいなんかスペシャルなスキンケアみたいなもの、なかなかね、こういう2つのものが1つのパックになったっていうのはあんまり日本ではお目にかかれないなって思ってます。次はですね、よくあるスキンケア、日本であるスキンケアなんですけども、これが普通だったらチューブに入っているような美容液とか日焼け止めが、こういう固形になってたりスティック状になってたりする。だからメイクをした上からでも、こうやって上からこうやって欲しいところに美容成分を塗り塗りってこうやってするものですね。こんな感じです。ウヨンは天才肌っていうドラマでも出てきて、すごい大人気になったものの新製品です。そしてこちらはですね、実は固形の日焼け止めなんです。なんか日焼け止めっていうとチューブに入っててクリーム状で塗ったりスプレーっていうものが多いんですけども、固形なので、例えば汗をかいてしまった後にお化粧の上からこうメイクを直すみたいな感じでこうやってつけてこう塗ることができるんですね。なのでこういうのもあんまり日本の製品ではお見かけしないなと思って買ってきました。はい、でこちらはエッセンスパクトって書いてあるので、実は日焼け止めだけではなくって美容液成分も入って、むしろ日焼け止めにもなる美容液、固形の美容液っていうものなんです。では続いてはこのスキンケアの一部なんですけれども、クレンジングシート、これがなんとこうやって1枚2枚ずつ入ってる、こういう小分けのものがねあるんですよ。これ本当に例えば出張とか1泊2泊の旅行の時とかすごく便利なんです。でもうこれはもう日本ではウェットティッシュかなぐらいな、この大きさも実はクレンジングシートで、本当に1週間ぐらいのご旅行だったら、こういうのがあったらすごく荷物がね減らすことができていいなと思うんですけども、韓国コスメの特徴としてはいろんなコスメが1回分ずつ小分けで売られてる、サンプルではなくて売ってくださるっていうのが多いのも特徴だなと思いました。だから初めて使うものも1回分だけ買ってみて自分に合うか合わないか試すことができますよね。あとお友達へのプレゼントとかにもこういうの喜ばれるかなと思いました。はい、次はメイク用品なんですけども、最近日本のドラッグストアでも韓国メイクのものってすごく人気で売ってるんですね。でも今回はなかなかお目にかかれない、つまりはなんかこう韓国らしい、韓国ならではの何もつけてない
血色感が出るっていうものを探してきました。はい、こんな色なんです。これもかすかにオレンジ色、こちらもちょっと見た目はねすごいカラーなんですけども、肌にのせてみるとかすかに唇がなんかすごく元気なフレッシュなオレンジに染まるみたいな、口紅をつけましたっていう感じにならないタイプのものが売ってるんです。で、このチークなんかも本当にこんなカラーも肌色みたいな感じなんですけども、こういう可愛いポンポンでこうしてこんな感じです。これを見てくださいね、ポン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 ってするとほとんど何にもついてない感じなんですけれども、そこの肌だけがふわっとマシュマロみたいに柔らかそうに見える、そんな感じなんですよね。めちゃめちゃ可愛い。なのでもうこれだけでちょっと物足りないなという私の世代の方は、これをベースにしていただいて、お手持ちのチークとかを真ん中辺にふわっとのせると、また発色の仕方が全然違って綺麗に見えます。こちらが02番、もうイエローベースの方にもおすすめ。そしてこちらの04番もおすすめのカラーです。こちらはですねブルーベースの方におすすめのカラーです。はい、そして最後はこちらインナーケア編になります。こちらなんですけども、プロテインドリンクなんですね。でもこれもうここに分量のお水だったり牛乳だったり豆乳を入れて蓋をしてシェイクすると、これでもうこのまんま飲めちゃう、そういうものなんです。例えば旅行に行った後ちょっと食べ過ぎちゃったかななんて思った時は、1日2日お昼ご飯をこういうものに置き換えたりして韓国風ダイエットなんかもできると思います。でもタンパク質が入ってるので、なんかこう、こう空腹感とか嫌なこうげっそりした感じ、そういう風にならなくていいなって思ってます。やっぱりさすが韓国ですよね。そういう美しさ、そういうところまで極めてるのすごいなって思います。はい、ということでまだまだね、本当はねご紹介したいものもあるんですけれども、とにかくこの全体のポイントとしては、何しろお値段がお安い、お買い得、もうねこんな機能があるのにこんなお安くていいのっていうものがもう本当にたくさんあるので、宝探しみたいな気分で、まあもちろん本当の韓国に旅行するのもいいんですけれども、やっぱりそういうお時間がない方は新大久保、私も今回ね行って本当に楽しかったので、まだまだこう韓国には行くことができないんですけども、行くチャンスがないんですけれども、でも新大久保ならちょっと気が向いたら出かけることができるなと思っているので、また掘り出し物を探してきたらお伝えしたいと思います。今回の動画がいいなと思った方は高評価ボタンを、そしてチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。ということで君島とわこチャンネルでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。